こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。あなたは X に心身の存在をご存知でしょうか？日本が設計開発したステルス戦闘実証実験機になります。米英が取りに来たというのは、この新進に搭載されていた XF5 エンジンの最新、ジェットエンジン XF9 プロトタイプのことです。XF9 が完成するには、この新進に搭載されていた XF5 エンジンを、テストする中、いくつかの欠点も見えてきました。それに新進の設計は、双発エンジンにもかかわらず、大きさはコンパクト第5世代では、一番小型化されています。新進に XF9 を乗せて、すぐにでも開発したらいいですが、日本はその次、第6世代戦闘機を目的に、F3 ステルス戦闘機開発が進んでいます。F2 戦闘機みたいにならないことを祈ります。米国と英国が非常に興味を示しているのは猛烈なプッシュでも。わかるでしょう。今回は XF9 プロトタイプエンジンの話をある角度から見ていきます。新進の機体性能は第5世代でも上ですね。 IHI すごいです。今から2年前の2018年6月、防衛装備庁に戦闘機用エンジンである XF9-1 のプロトタイプ1機が納品されました。この XF9-1 エンジンは日本の IHI 社、石川島播磨重工業が製造したものですから、純国産品ということになります。つまり、長年の悲願が叶ったというわけですね。この XF9-1 エンジンの納品がニュースになった時は、現在収益中の F2 戦闘機の代替機も国産の F3 戦闘機に、という機運が高まりました。しかし、残念ながら、先行きはまだまだ不透明なようです。それに加えて、先日には、日本がアメリカロッキード・マーチン社の提案を、断ったことが報じられました。ロッキード社は、F-22 ラプター戦闘機と F-35 ライトニング2戦闘機とのハイブリッド2つの要素を組み合わせたもののような新型戦闘機製造を提案していたそうです。ロッキード社というと、ある一定の年齢以上の方はロッキード事件を連想するようですが、やはり日本との関係は未だに続いているんですね。ところ変わって、イギリスで、菅、自分たちが推進している第6世代戦闘機、テンペスト計画へ参加するように、熱心に日本を誘っているとも、言います。この計画への参加と同時に、日本オリジナルの仕様を、組み込むことにも、前向きな姿勢であるという噂も聞こえてきます。防衛装備庁は、令和2年度予算に F3 戦闘機開発予算として111億円を計上しました。エンジンを含めて、純国産での戦闘機製造の方向を閉ざしたというわけではないようですが、実現はかなり厳しいというとの見方が多いと聞きます。さて、XF9-1
エンジンの話をします。前述のように、日本で潜水艦なども製造している IHI 社製ですが、世界的に見ると、この分野で大きなシェアを占めているのは、ごく一部の企業に限定されているようです。主な企業としては、アメリカのジェネラル・エレクトリック社やプラット&ホイットニー社、そして兵器というより高級自動車メーカーとして、有名なイギリスのロールス・ロイス社の3社が代表例とでしょう。ジェネラル・エレクトリック社製のエンジンは、現在のアメリカ海軍の航空母艦の主力戦闘機となっている F/A-18E/F に採用されています。これは、アフターバーナーを備えたターボファン方式のエンジンということです。このアフターバーナー方式とは、ジェットエンジンを動かすと排気ガスが出ますね。その排気ガスに直接燃料を噴霧することで、さらに燃焼を進める仕組みのことです。これはジェネラル・エレクトリック社の登録商標になっているそうです。ということは、アフターバーナーという単語を使用できるのは、ジェネラル・エレクトリック社だけということです。だから、他社の製品は、同じ構造であっても、アフターバーナーという言葉を使うことはできないので、一般的には水力増強装置というのが正確な名称と言えそうです。そういえば、一般的なものにもこのようなものがありますよね。セロテープとかホッチキスとか。三強の2番目、プラット&ホイットニー社製造のエンジンは、F-15 イーグル、F-35 ライトニング2戦闘機など、現在の主力となる戦闘機にほとんど採用されています。つまり、現在のアメリカ軍戦闘機の主流メーカーと言えるでしょう。続いてロールス・ロイス社ですが、三軸式のターボファンエンジンが特徴です。ヨーロッパ、イギリス、イタリア、ドイツなどが共同開発した戦闘機ユーロファイタータイフーンに合弁企業の中心としてエンジンを供給している企業です。バブル時代はステータスの証明として崇められた高級車ロールス。ロイスですが、製造会社が戦闘機にまで範囲を広げていたとは、個人的にはびっくりの事実です。XF9-1 エンジンは、通常状態では11トンの推力を出し、推力増強装置を使用したときは、約15トンのパワーを発揮するそうです。これは、ジェネラル・エレクトリック社が製造した F-22 ラプター戦闘機のエンジンと比較しても引けを取ることのないレベルです。今までの日本の国産エンジンでのパワーを振り返ると、最大でも推力は10トン前後でした。この事実を考えれば、XF9-1 エンジンは国際的基準で見ても、十分に通用する性能を有していると言っても過言ではないと思われます。かつて、日本が F2 戦闘機を開発する際にネックとなったのはエンジンの国産化という部分でした。それが非常に難しかったのです。そのため、純粋な自国生産を泣く泣く諦め、アメリカの F-16 戦闘機を土台にして、
開発するという回り道を選ばなければならなかったという苦い経験があります。今回誕生したエンジンはまだ基本的な原型ですから、量産化という高いハードルが存在することには変わりはありません。しかし、XF-91 エンジンは戦闘機を開発する上で得ようとなる大切な第一段階を克服できたと判断して高評価されるべきと考えられます。それに、XF-91 エンジンは高いパワーを持つにもかかわらず、サイズは小さくなっているのです。ということは、現在の戦闘機には常識と言っても良い敵に発見されにくいこと、ステルス性能の向上にも十分貢献できるエンジンと判断されます。エンジンがミニマムになれば、音も静かになりますから、敵のレーダーに聞きとがめられないというメリットが考えられます。一方、F2 戦闘機の代替機問題に注目すると、日本単独で第6世戦闘機を開発することは、かなりの困難が伴うと思われます。まずは費用の問題。時間、兵装や電子機器類などの要素が課題になりそうです。2020年5月のことです。アメリカのボーイング社が、オーストラリア空軍に無人機、ロイヤル。ウィングマン、忠実なる領域の意味、のプロトタイプを納入したと報じられました。このことからわかる通り、時代の趨勢は確実に新しいポイントに差し掛かってきていると思われます。今日明日という早い時期に、すべての航空機が無人機にとって変わられることはないでしょう。しかし、オーストラリアへ納入されたロイヤル・ウィングマンという名前が示す通り、忠実な領域だからこそ指揮を取る有人航空機が不可欠になるはずです。でも予断は禁物ですね。さらに、日本の防衛関連企業、例えば、今回の XF-91 エンジンを開発した IHI 社は、仮に実用化ができたとしても、アメリカやイギリスの会社などとは違って、輸出による量産体制は期待できないのです。非核三原則という国是があることが、まずはハードルになっていると、推測されます。つまり、日本の防衛の一端を担うという重要な任務を与えられている企業、いわば日本を守るためという製造目的を課せられた企業に果たして、どこまで無理をさせていいのでしょうか。またいつまで続くのかという、リミットも不明です。国が民間企業におんぶに抱っこしていて、甘えていて、いいのだろうか。という問題を突きつけているとも言えます。わかりやすく言うと、日本のため、日本の名誉のためと仕事をさせているのですが、実際の企業や従業員にはあまり恩恵が行き届いていない。企業側の善意に甘え、採算を度外視させて、仮に赤字決算になっても、経費の補填はなく、ただ、国のために製造したという名誉だけが前提となる。やり方は、そろそろ見直すべき時期に来ているのではないかと考えるところです。